事故があってですね、2トンのダンプですね、ダンプというかトラックがですね、ちょっと道路を塞いじゃってまして、U ターンしてちょっと行ったんですよね。それで少しですね、まあ、時間、まあ、間に合ったことは間に合ったんですけども、少し遅れちゃったという感じですね。今日は大丈夫かと思いますけどもね。何でもないところだったんですけども、まあ、事故を起こすのはちょっと不思議なところだったんですけどもね。
ちらちょっと楽しみではありますけどもね。一応24日からですね、27日まで、ちょっと代車になるんですけどもね。あと保険の関係でですね、ちょっと24日はタワーレスはですね、ちょっと行動に出れないんですよね。ちょっと自宅の敷地内でちょっと撮影してみようかなという感じではありますけどもね。今はですね、お盆が終わったんで、まあちょっと一息つけそうかなという感じですね。ちょっと今年はですね、なんか上からの方針で長時間勤務と残業ができなかったんでですね、まあ比較的、まあ、集中して、まあ、作業はできたんですけどね。だと14時間勤務っていうのがあったんで、あれで疲れちゃってたんですけどね、今年はそれがなかったんで、まあ、良かったですけどね。今年は14時間勤務もなかったですし、あと週休2日で休めたんで、あれも助かりましたね。
近くの前になっちゃうんですよね。まあ、当然ですけども、まあ、味噌ラーメンをチョイスしたいところですけどもね。最近あの車屋ラーメンさんも好きなんでよく行ってたんですけどね、あの仕事帰りの、まあ、10時過ぎで空いてるのがですね、あの車屋ラーメンさんか後楽園さんしかないんで、ラーメン食べるときはどちらかになっちゃってたんですけどね、休みの日じゃないとこちらの金笠ラーメンも行けないんで、ちょっと今日楽しみではありますけどね。バスが来ましたけどもね、映らないかもしれませんけどね、4台くらい並んでますね。多分これはちょっと映んないかもしれないですね。
郎さんにもちょっと今日用事あったんで、後で買い物しますけどね。カットします。失礼します。はい、ボカチョブリゴです。ラーメン食べてきまして、あとダイソーさんでですね、ちょっと買い物をしてきたんですね。ちょっと爪がインクですね、買ってみたんですよね。4色なんで、4色全部買いましたけどもね。でちょっとこれからですね、元気のようなんですね、まっすぐ目の前なんですけどもね、麺がちょっと細麺なんで、ちょっと微妙でもあるんですけど、結構美味しかったですね。出れないんですよね、なかなか。
金華山ラーメンはこの左手ですね、先ほど食べてきたんですけども、でこちらがまあ歌姫さんでもすぐ隣なんですよね。歩いてもまあ来れる距離なんですけどもね。苦にならないと思うんですよね。誰も止めてませんね。それではこちらでカットします。失礼します。もかしろくん2号です。今日貨物列車がほとんど来なかったのでちょっと諦めましたけどもね。あとカラオケは2時間歌ってきたんですけどもね、なんか今日はちょっと声が出ませんでしたね。こちらはクレジットカードが使えるんでですね、今日もちょっとクレジットで払ってきましたね。T ポイントがですね、10ポイントくらい貯まるんで毎回利用してますけどもね。今のところカラオケはですね、2週間に1回くらいの割合ですかね、行ってるんですけどもね。今日はなんか結構混んでた感じですね。部屋が結構満室だったので、あとまた気が向いたらちょっと行こうと思ってますけどもね。
現在の時刻はもう6時になるところですね。ちょっと薄暗くなってきた感じですけども、そうです、あんまりそうするとお金は使ってない感じなんですけどもね。ラーメンとカラオケ2000円使ったか使わないかですね。あんまり使わなかったんですけども、涼しくなってきて今25度まで下がりましたね。
石線のガードですね。ここはちょっと冠水すると取れなくなっちゃうんですけどね。なんですけども、毎回ですね、1時間くらい歌ってないとですね、なんか声が出ないんですよね。で、帰る直前になってちょうどいい感じで出てくるんですけども、まあそこで時間という感じなんですよね。まあ、フリータイムだったらいいかもしれないですけども、ちょっと疲れちゃいますからね。2時間でちょっとやめちゃってるんですけども、そうしますと今日は東松島市は経由しないで、なんで今日は、宮城県石巻市のタグで終わっちゃいますね。これ左のですね、白い部分は郡山ナンバーですね。福島県だと思いますけども、篠巻はナンバーがですね、宮城と仙台しかないんですよね。
あと金華山ラーメンもそうですけども、最近、ラーメン食うことが多かったんで、写真撮ってた部分は、後でですねブログに載せようと思うんですけどもね。金華山ラーメンはたまに食べたくなるような味なんですよね。これは熊谷ですね。結構県外ナンバーがありますけど、ないんじゃないですかね。もう体の状態でしたけども。
はい、それでは失礼します。お疲れ様でした。